21日サンアビリティーズ今治で今治市長杯身体障害者親善アーチェリー大会が開かれ、中四国関西から参加者が集い親睦を深めました。この日は午前9時から開会式が開かれ、関市長が参加者を歓迎し挨拶しました。大変嬉しいございます。この大会がこれからもフォーエバー続いていきますことを心から期待申し上げまして、歓迎のご挨拶とさせていただきます。ようこそ今治へ。我々選手一同は日頃の練習の成果を十分に発揮し、正々堂々とプレーすることと楽しむことを誓います。そして愛媛県の神野大輔さんが選手宣誓をして試合が始まりました。この大会は参加者同士の友好親善を深め、障害者スポーツの振興を図ろうと毎年開かれているものです。平成5年にサンアビリティーズ今治杯として始まり、平成26年から今治市長杯として開催されていて、今回で6回目です。この日は地元愛媛県からの9人を含む中四国関西各地から合わせて38人が参加しました。的の大きさは80センチ。的までの距離はハーフの部が前半50メートル、後半30メートル。ダブルの部が30メートル。初心者の部が18メートルです。前後半で合わせて72本の矢を放ち、合計得点を競います。おととしの笑顔つなぐ愛媛大会でアーチェリー競技は今治市で開催され、この日はその愛媛大会でメダルを取るなど活躍した選手も参加していて、お互いの親睦を深めながら高得点目指して矢を放っていました。また今治東中等教育学校のアーチェリー部の生徒が大会に協力していて、参加者との交流を深めていました。大丈夫ですか？この日の結果です。